トゥールの聖マルティノスを記憶するキリスト教の生命祝日の一つで11月11日に祝われる。聖マルティノスに対する各言語の表記の違いにより、聖マーティンの日、サンマルタンの日などとも呼ばれる。聖マルティノスの日は民族行事としては収穫祭が行われる日であり、冬の始まりの日ともされる。聖マルティノスはローマ帝国の属州パンロニアに生まれ、 ローマ帝国での兵役に就いた後、洗礼を受けた。修道士となったマルティヌスは、ボワティエ郊外に、ガリア地方発の修道院を建て、さらに、トゥールの司教となった。兵士の頃、雪の中で凍えていたハンラの物乞いに、自らのマントを半分裂いて与えた話は有名である。その夜、マルティヌスの夢の中に、半分のマントをまとったイエス・キリストが現れ、こう言ったと言われる。 まだ受選もしていないローマの兵士マルティヌスが私にこのマントをくれた。この物乞いはイエス自身であったと言い伝えられている。11月11日は聖マルティヌスの命日とされているが、この日は埋葬日という説、また誕生日という説もある。聖マルティヌスの日のパン紫キャベツとダンプリングを添えたガチョウのロースト下山してくる人々と、 家畜生マルティヌスの日は収穫祭の日であり、冬の始まりの日ともされる。農民が一年を締めくくる日でもあり、もともとクリスマスに行われていた雇用契約の更新や時代の支払いもこの日に行われるようになった。子供たちはランタンに火を灯して、自分が住む町の市長が憤する聖マルティヌスを教会に案内し、その見返りとしてパンをもらう。また、 家々を一軒ずつ回って、祝福の言葉を述べ、その家の人がパンや菓子を与える。スイスでは、株やカボチャをくりぬいて、ランタンを作り、梨に乗せて行進が行われる。また、豊作を祈願して、畑で焚き火をする。プロテスタントでは、この日は、聖マルティノスではなく、宗教改革を起こしたマルティン・ルターを祝う意味でこの、行事を行う。ルター自身。 前日の11月10日に生まれ、そのためマルティンと名付けられた。この日はまた、ガチョウを食べる日でもある。油の乗ったガチョウをロースとして、紫キャベツとジャガイモのダンプリングを付け合わせる。ガチョウを食べる理由として、かつて聖マルティヌスが、トゥールの死去を依頼されたもののその気になれず、使いに見つからないように、ガチョウ小屋に隠れていたのを、ガチョウが騒ぎ立てたために見つかってしまい。 結局、司教に就任せざるを得なくなったため、罰として、ガチョウを食べるようになったというエピソードがある。ドイツ南部では、この日の前夜に、狼払いが行われる。若者や子供たちがご馳走を食べた後、聖マルティノスに紛争して、カウベルや、ムチ場所によっては太鼓を鳴らして、狼よ、出て行け、と叫ぶ。もともとは、悪魔払いに橋を発していると考えられる。 また、アルプスに近い地方では、カスマンドル払いが行われる。カスマンドルは、山の精霊で、夏、山に家畜を放牧する時期、面倒を見てくれると考えられており、人々は、秋になって、家畜と共に山を降りる際、この精霊のために、自分たちが作ったチーズを、少量残して下山する。カスマンドルとは、もともと、チーズの精霊を意味する経済面ラインであると言われ、 そのカスマンドルが山から降りてきて人里で悪さを働くことのないよう、やはり若者たちがカウベルや太鼓を鳴らして追い払う。スペインではこの日に豚をとさつ、解体して冬に備える習わし、マタンサがある。このためそれぞれの豚にサンマルティンの日が来るということわざがある。豚のような見下げ果てた人間にもいずれ悪事のつけが回ってくるという語意である。 この祝日の頃に訪れる穏やかで暖かい日を主に英国では聖マーティンの夏という。また、1918年のこの日に第一次世界大戦が急戦となったためヨーロッパ各国で一番近い日曜日に戦没者追悼の礼拝が行われる。a b c 八北に良子、キリスト教祭事記平凡写真書2003年239から241ページ。 ABCD 上田茂雄、ヨーロッパの神と祭りから、光と闇の修俗早稲田大学出版部1995年、3から30ページ。AB 谷口幸男遠藤敏勝、図説ヨーロッパの祭り川で処方審者、1998年、15から16ページ。各国今時報告ドイツご馳走は、課長の丸焼き。 植田茂雄ヨーロッパの祭りと伝承講談社学術文庫1999年301304ページ21世紀研究会職の世界地図254ページ文芸春秋小学館ランダムハウス英和大辞典第2版1996年ありがとうございます